レベリオン。インセンダー。静かに。最も邪悪なる魔術だって、そりゃすごいな。レベリオン。レビオーザ。レベリオン。一体誰なんだ。セバスチャン・サローと小さな新しいお友達が立ち入り禁止の場所をうろついてる。悪い子、悪い子、捕まるぞ。おい、イーブス、いいか。行ってやる、行ってやる、行ってやる。ピーブスめ、奴を止めないとまずい。それかせめて、師匠と話して言い逃れしないと。まさか、師匠に私を突き出すつもりじゃないよね。そんなわけないだろう。友達に価値を作るのが好きでね。さあ行くんだ、幸運を。あのポルターガイストめ、どこへ行ったんだ。あの呪文ならこの甲冑を直せそう。レパール。レベリオン。レベリオン。やっぱり古代魔術の宝石だ。この部屋には何かある。やった。レベリオン。どこに通じてるの。レベリオン。アクション。レビオーサ。ルーンを目覚めさせないといけない。
3人が待ち構えてる。インセンディオ、レパーロ、レビオーサ、アクション、インセンディオ。レベリオ、レベリオ。道が続いてるようだけど、どこに？集中しないと。使ったのは本か。レベリオ、
お呼びですか？フィッツジェラルド先生、ラッカム先生。ミス・イシドーラ・モーガナーク、よく来てくれた。ルックウッド先生、バカ先生。どうやらホグワーツの生活にもすっかり馴染んだようね。ええ、それはよかった。5年生で転入してくるなんて異例尽くしだったから。偶然だが、私もホグワーツに5年生で入った。他に聞いたことがないよ。モーガナーク君、君は何年も前に我々が君の村で見た美しい渦というものについて聞きたがっていたね。すぐにピンときました。あの時はありがとうございました。気にしないで。ええ、辺り一面に魔法の渦が見えたんです。父にはお前の空想だなんて言われましたけど、確信がありました。それは空想ではない、パーシバル。いえ、ラッカム先生もそれを見ることができるのよ。あれ、一体何なんですか？ささやき声や痕跡のようなものは、ある種の古代魔術に関連している。古代魔術？それを操ることができるものは少ない。ホグワーツそのものが古代魔術を守る砦なのだ。じゃあ痕跡が見えるなら、私にもそれが使えるってことですか？きちんと訓練すればな。だが、あまりことを急ぐのはやめよう、ミス・モーガナーク。そういう魔法の訓練を受けたければ、まずはホグワーツで教えている魔法をすべて覚えるんだ。この魔法は大きな災いを呼ぶ危険があるものよ。限られた人に留めておかないと。今日ここで話し合ったことは決して口外しないこと、いいわね？セバスチャン、もう金書の棚にまた忍び込んできたの？いつまでいたずらに付き合わせる気？罰則くらいでは足りないよね。校長先生に報告しますからね。でもティーブズによると、あなた今夜は一人で来たわけじゃないそうね。誰かに命令されてやったなら教えてちょうだい。あなたは賢い。バカはやめなさい。誰もいません。僕だけです。ああ、セバスチャン。おじ上が何と言うかしら。レベリオ。どうも、初めて話すよね。あら、どうも、私はレノーラ。気が散ってるように見えたらごめんなさいね。みんな私を変人扱いするし、サマンサにはおかしくなったと思われてる。でもこの絵、今まで気づいたことがなかったの。ホグワーツのことだから、何も入ってない額縁が現れたのには何か裏があるのよ。時間があったら調べてみるよ、面白そう。私はもう十分頭を使ったわ。あなたがうまくいくよう願ってる。この謎の答えを照らす何か。ルーモス。きっとこの場所がヒントなんだ。近くかもしれないから見て回ろう。アクション。
ベリオン。絵に描かれてたのはここみたい。何か特別なことがあるのかな。ルーモス。虫さん、額縁に戻してあげるよ。やった、やっぱり思った通りだ。レノーラに額縁のパズルを解いたって知らせないと。レノーラ、あの絵の謎が解けたよ。そうなの？どうやって？絵に描かれてた場所を見つけて、ルーモスで蛾を額縁まで誘導したんだ。合理的ではあるかもね。残念、あと少しで解けそうだったのに。あなたは謎解きのコツをすっかり掴んでるのね。ナティも上手よ、アミットも。解説が長いけど、まあ謎を解いてくれてよかったわ。蛾だったのに。レベリオン。本当にまずいことになっちゃった。レパーロ。アクション。レビオーサ。ルーモス。インセンディオ。レベリオ。まさかゴブリンがルックウッドと手を組むだと？そんなおかしなことがあるか。これは少なくともかなり異例だと言えるな。インセンディオ。ありえんことだ。これは、ヒーム、君に訪問しよう。調べてみるとするよ。先生がブラック校長といる間に禁書の棚を調べられました。探してた本があったんです。なんだと？そんな、待てよ。禁書の棚に行っただと？だがどうやって？いやいや、詳しくは聞かない方がいいかもしれんな。わかりました。実は地図にあった通り、本は禁書の棚の下にありました。一通り聞かせてもらうが、まずは見てみよう。なんと、抜けているページがあるようだ。誰かが先にこの本を見つけたに違いない。だがもう少し残りのページを調べてみよう。多少時間はかかるだろうが、何か情報があるかもしれない。なぜホグワーツの下にあったのだろうな。わかる気がします。本を見つけた時に2つの記憶を目にしたので。またペンシーブか、なんてことだ。前に見たパーシバル・ラッカムはここの先生でした。一つ目は彼と三人の教授が古代魔術で干ばつの被害を受けた村落の復興を。ミリアムは正しかったか。二つ目は？二つ目は先生たちが5年生から入学した生徒と話していて、その子も魔法の痕跡が見えるようでした。なぜその記憶を？答えはこの本にあるかもしれんな。ロンドンに持っていかねば。校長にジョージの死を魔法大臣に説明するよう求められておる。オズリックさんの死はどう伝えます？どこまで話すべきか。ジョージは乱録のことで魔法省の説得を試みたが無駄だった。今まで通り動き、さらに情報を得るまで詳細は伏せておくべきだ。これは直感だがね。わかりました。先生がいない間にページのこと調べておきます。
勉学にも励め、君の杖さばきは日ごとに上達しておる。だが薬草学と魔法薬学に力を入れなさい。呪文を唱えるだけが魔法ではない。やるべきことは山積みですね。いいぞ、私が戻るまでに何をなすか楽しみにしている。それと友人をおろそかにするな。彼らからも驚くほどたくさんのことを学べる。君の闘争心を試す時が来た。新たなチャンピオンの誕生か。最終ラウンドに出る気ならいつもの場所に来て。練習人形もまだ使えるよ。大至急ローワーホグズフィールドに来てくれる？ルックウッドとハーローのことを話したいんだけど、城の外の方がいいと思うんだよね。フィグ先生とイーズリー先生からあんたに防御呪文を教えろって言われたんだ。課題が終わったら教えるよ。やり終えたら私の教室まで会いに来な。こんにちは、ルーカン。いい心がけだね。そう来なくちゃね。早速準備する。人形が落ちる前に呪文のコンビネーション全部放つんだよ。全部終える前に練習をやめるなら知らせてね。アクション、インセンディブレビオンサー。インセンディオ。アクション。インセンディオ。レビオン。アクション。インセンディオ。すごいな。君とは対戦したくない。ありがとう、ルーカン。やめてよ、照れるじゃないか。すごかったよ。ダミーももう君とは戦いたくないだろうね。杖十字会ではもっと力を発揮できるはずだよ。他の選手は気合い入れないと。ルーカン、杖十字会の最終ラウンドは準備？今日は大勝負だ。全てはこのためだった。君の訓練と熱意が優勝にふさわしいかどうか見極める時が来たぞ。さ、覚悟はいいかい？もちろんだよ。絶対に勝ってやるぞ。そう来なくっちゃ。消えちゃった。レビオンサー。
点を。陰線解けたことが誇らしいよ。すごいね。なんて謙虚なチャンピオンなんだ。それじゃあ勝者に賞品を。では最高の決闘者である君に、ささやかだけど素敵なこの証を授けよう。ありがとう。すごく光栄だよ。実力だよ。決闘者として文句なしだ。トーナメントの優勝者も決まったことだし、いつもの学校生活に戻らなきゃね。植物はどうしてるかな。もうずいぶん世話をサボっちゃったよ。私が頼んだことを。先生、新しい課題が全部終わりました。よくやった。じゃあエクスペリアームスを教えよ。よく見ておきな。最強の闇の魔法使いが相手でも武装解除呪文だけで倒せるなんてこともあるんだからね。呪文を使うには精神集中と安定した杖さばきが必要だよ。素晴らしい。ここのダミーで好きに練習しておくれ。命拾いするかもしれない。
レベリオ。ゼノビアのゴブストーンを探すなら学校の周りの高い場所だ。レベリオ。また冒険に出発するの？レベリオ。インセンディブ。面白そうだね。ルーモス。レベリオ。レベリオ。
レベリオ。君に会えて嬉しいよ。ナティ、調子はどう？元気だよ。私、3本のほうきでルックウッドとハーロンがどうなったかを見たんだ。君のことが心配だったよ。今のところは大丈夫。聞きたいんだけど、どうして奴らに追われてるの？ルックウッドもハーロンも会ったことない。他の生徒と間違えてるのかも。なんか変だね。あの二人があんなに必死にホグワーツの生徒を追うなんて。理由が何であれ、君は危険だよ。とりあえずルックウッドとハーローは私たち、みんなにとって脅威みたいだね。だから君と話をしたかったんだ。みんな君がトロールの襲撃からホグズミードを守った話をしてるよ。三本のほうきで見たルックウッドとハーローに立ち向かうシローナの姿は絶対忘れない。二人を見て自分もしっかりしなきゃと思ったんだ。どうしてそう思ったの？またブルランドを離れたのはルックウッドとハーローみたいな奴らが理由。新しい家を壊されるのをただ見てるつもりはなかった。そっか、ルックウッドとハーローは危険な組み合わせだ。ルックウッドがランロクと手を組んでるのは知ってるよね。奴らはホグズミードで一緒にいたって聞いてる。だからこそ奴らを止めないと。シオフィルス・ハーロンがルックウッドのやることを仕切ってる噂があるよ。あいつを倒せばルックウッドの組織も動けなくなるかもしれないけど、ああいうのはシンガー巡査が対処すべきじゃ。もう話したよ。丁寧ではあったけど、まあ生徒に詳しい話はしてくれる感じじゃなかった。ルックウッドの一味がハーロンが企んでる大規模な密漁のこと話してるのを聞いたんだ。それを少し調査できないかと思って。シンガー巡査が必要としてる証拠を手に入れるんだよ。分かった。でもどうやるの？聞き耳を立てて観察するよ。企みを正確に突き止める。何か分かったら連絡するから。とりあえず何かあったら私はここにいるから。ありがとうナティ。油断は禁物だよ。なんて失礼な、この私を脅すなんて。どうなってるの？